初めての体験ですごい楽しかったです。スマホの中では見慣れた一枚だったんですけど、フレームが変わるだけで全然表情も違って、選ぶのもすごい楽しかったです。猫の写真なんですけど、その時の家族の感じとかが思い出されたりするなと思ってて、いろいろと振り返られる場所ができたななんて思っていました。今回初めて経験してみて、写真とフレームで初めて一つの作品が出来上がるんだなっていうのをすごく感じました。おじいちゃんはもうすごくタバコをよく吸う人だったんですけど、そのタバコの箱の色に合わせてこの紅葉にしたんですけど、もうおじいちゃんの色といえばもう本かなっていう感じです。いやもうずっと絶対に大事にします。基本的に額縁は主役を引き立てるための脇役、依頼者さんも気づかない作品の素晴らしいところを見つけて、額一つで変わる世界観を、面白さを伝えたいっていうのを目指しております。迷って迷ってお店の中で最終候補をこう並べてった時に、あ、これだなっていうふうに決めました。この子も大きくなっていずれはなんか、ね、悪態とかついてくると思うんですけど、こういう可愛かった時もあるぞと、それを大切にできる一枚かなって思います。これを飾るためにお部屋とか環境だとかを整えていきたいなって思います。今みんなスマホでデータで持ってるじゃないですか。それをやってプリントアウトしてこう飾ることによって、着替えとかいろんなの感じて来てよかったなと思ってますよね。この写真だけ額がなかったの。本当は悲しいんですよ、46でなくしちゃったから。本当嬉しくて涙が出るくらい。額でこうやってやる写真をやるだけでもね、写真が生きてきて、そばにいつもいるような感じがして、本当嬉しくて、もう本当はありがとうございます。